さまざまな惑星をテラフォーミング、つまり地球のような惑星に変えることは、宇宙を舞台にした SF 作品で好まれるテーマの一つです。テラフォーミングは時に世界の前史の一部として語られることもあります。直接的に描かれるわけではありませんが、映画や書籍の本編が始まった時点ではもう人々は昔から火星や金星に住んでいることになっているのです。また特に戦略シミュレーションゲームでは、遠くの惑星をテラフォーミングして自分たちの民族を移住させたり、自分たちの帝国に併合したりするなど、直接的に関与することもあります。皆さんこんにちは。多くの熱心なファンの中には、火星のテラフォーミングについてすでに様々な提案をしています。でも本当にそれは実現可能なのでしょうか。またそれにより人類は現実的な恩恵を得られるのでしょうか。皆さん、こちらはトップランキングです。もうお分かりだと思いますが、今日はそのことについてお話しします。それでは始めましょう。なぜ火星？テラフォーミングについては、様々な惑星や衛星を対象としたプロジェクトがありますが、その中でも今回は特に火星の例を取り上げることにします。なぜでしょうか？もちろんそれにはいくつもの大きな理由があります。まず火星は地球に比較的近く、現在の技術レベルでも到達しやすいからです。次に、特殊なパラメーターにより火星は最もテラフォーミングしやすいターゲットとなっている点が挙げられます。火星には金星のように除去を要する分厚い大気がありませんし、重力は小さいもののタイタンのような天体とは違って十分許容範囲と言えるからです。そして火星は地質学的にはるか昔、太陽系で地球以外に唯一水があり、酸素を多く含む大気が存在していた惑星だからです。すでにあったものを復活させる方がゼロから始めるよりも簡単ですよね。というわけで、ここからは火星の抱える主な問題について検討したいと思います。なお、太陽系の他の天体の場合はずっと悲惨な状況なので、これはまだイージーレベルであることを覚えておいてくださいね。さて、まず火星には磁場がありません。重力が弱いこともあり、長くても20億年しか大気を維持できなかったのはこれが理由です。大気が宇宙空間に飛び去り失われると、水圏は急速に蒸発するとともに、太陽風によっても吹き飛ばされました。金星やタイタンのように磁場が非常に弱いか全くないのに大気を持つ天体も存在しますが、ここで例として挙げるのは不適切でしょう。金星は温度が高く、太陽風も活発ですが、十分な大きさと質量があるため、大気を保持することが可能です。また、タイタンは小さな天体ですが、非常に寒く、平均温度はおよそマイナス180度です。そのため、大気ガスが重くなり、あまり逃げないようになっています。一方、火星は小さくて軽いものの、タイタンよりずっと暖かい天体です。夏、赤道直下の地域では、プラス20度ほどになることもあります。これだけ暖かいと、ガスを貯めておくことができません。また、火星は非常に乾燥していて、ほぼ一面に砂漠が広がっています。ほとんどの水が氷河、そして比較的最近兆候が発見された永久凍土に含まれている可能性があります。火星には土壌がないため、たとえ呼吸に適さない非常に薄い大気の問題を解決できたとしても、陸上植物が育つことはないでしょう。火星では雨や雪が降ることもありますが、非常に少なく、水分はすぐに蒸発します。つまり私たちは、互いに関連し合ったいくつもの問題を解決する必要があるのです。土壌がないのは植物がないからです。植物や多細胞生物全般が存在しないのは、火星にまともな水圏すらなく、ほぼ一面が砂漠だからです。水圏がないのは大気がないからで、大気がないのは磁場がないからです。テラフォーミング、方法と問題。火星をテラフォーミングするにはたくさんのモデルがありますが、
即却下せざるを得ないものもいくつかあります。例えば、極寒に原子爆弾を落として溶かすことで水を放出させ、火星に水圏を作るといったモデルがそうです。まず、火星の土壌の主成分は酸化鉄ですが、鉄は活性化しやすく、長期にわたり放射能を保持します。つまり、火星の問題に強力な環境放射線が加わるだけと言えるでしょう。次に、この方法は火星の他の問題を取り除くものではないため、いずれにしても水圏は最終的に凍結、または蒸発します。火星に天体を衝突させ、磁場を発生させるという案もあります。例えば、火星に最も近い衛星フォボスを衝突させるか、あるいは大きな小惑星の軌道をいくつか外して火星に落下させるというものです。ただ、これが成功するという保証はどこにもありません。地球の磁場は月とプレート構造に支えられていますが、地球以外の地球型惑星にはその両方が揃っていません。そのため磁場を持たないか、あるいは地球と比べて磁場が非常に弱いのです。また、小惑星は明らかに無関係です。かつて金星は天然の爆撃を受けましたが、私たちの条件に見合うほど強い磁場は発生しませんでした。地球もかつて小惑星による極めて大規模な衝突の標的となったことがありますが、こうした衝突が地球の磁場に何か影響を与え、磁場を強めたという証拠は全くありません。また、別の目的で爆撃をするという案もあります。火星に水素が供給されれば、先ほどお話しした酸化鉄と反応して水が発生する可能性があります。二酸化炭素よりも強力な温室効果ガスであるアンモニアとメタンが火星を許容できる温度まで温めてくれるかもしれません。こうした物質はすべて水星やカイパーベルトの氷天体に含まれています。これらの天体を火星に落とすとともに、火星に十分足りている水の量をさらに増やすという案があります。仮にこのプロセスにかかる膨大なエネルギーコストを度外視したとしても、やはり磁気圏の問題は残ります。特に温度が上昇することを考えれば、持ち込む水より蒸発する水の方が多い可能性があります。そして一般向けサイエンスチャンネルの中には、新しく過激な方法を提案しているものもあります。その方法とは、火星周辺の宇宙空間にいくつかの強力なレーザー装置を設置し、地下8メートルの深さまで溶解させるというものです。これにより火星の表面はすべて溶岩に変わりますが、それとともに火星上の水がすべて放出されます。その水が雨となって降り注ぎ、水圏を作り出します。磁場の問題を解決するため、火星の正面に磁気シールドを設置します。また、土壌には特殊な加工を施し、海にはプランクトンを撒き、陸地には処理後に根付きやすい植物を植えます。一見すると素晴らしい案に思えますが、膨大な労働コストを要し、100年では済まないほど長期にわたり、全人類の資源に最大限の負担を強いることを指摘しておくべきでしょう。また残念ながら、現在の人類は統合とはほど遠く、別の惑星への移住問題の他にも、政府レベルで取り組んでいることが山ほどあることにも触れておかねばなりません。そう、近い将来に状況が変わることはないでしょう。私たちにとって必要なこと。というわけで、テラフォーミングのプロセスは、いずれにしても非常に長く費用のかかるものであることが分かりました。それに、戦争やその他の資源の浪費に気を取られることなく、これらすべてに取り組む真のユートピアが地球上に必要であることも分かりました。ここで当然の疑問が生じます。私たちには何のためにそれが必要なのでしょう。火星に宇宙船基地を作るだけなら、地球の大気を保持できるドームがあれば十分で、必ずしも惑星全体をテラフォーミングする必要はないのではないでしょうか。そこで考えられるのが、地球滅亡の危機か人口過剰という2つのシナリオです。前者はおそらく今後数千年間で起こることはないでしょう。後者はどちらかというと、でっち上げの問題と言えるでしょう。人口過剰が感じられるのは、
高度に都市化された地域と第三世界と呼ばれる、ワクチン医療はすでにあるものの、先進国のように子孫の数が少なく中高年の労働人口が多いモデルに人口動態が移行していない国々だけです。これで今日の動画はおしまいです。皆さん、ご視聴ありがとうございました。この動画を気に入っていただけると嬉しいです。ここまでの話をまとめましょう。科学者たちの計算によれば、地球の人口はいずれ110億人から120億人で安定するといいます。今世紀半ばまでに実現が見込まれている宇宙ファームや実験室での食料栽培といった新技術があれば、これらの人々に食料を供給することは十分に可能です。つまり、火星や他の場所への移住には単に意味がありません。科学者や宇宙飛行士、資源採掘のためであれば、ドームや地下の小さな居住スペースで十分です。レーザーなんて必要ありません。もちろん、面白そうではありますけどね。皆さんはどう思いますか？コメント欄に書き込んでくださいね。いつも興味深く読ませていただいています。それでは、しばしのお別れです。皆さん、またすぐにお会いしましょう。さようなら。